No Paid TV. No Paid TV. No Paid TV. TV. こんばんは。はい、どうもこんばんは。です。私、ブラックの野間康光と、はい、ノンフィクションライターの安田浩一です。今日はホテルからですね。そうです、ホテルです。照明がムーディーな。いや、ムーディーっていうかね、単に暗いだけなのよ、このホテル。本当に安いビジネスホテルなんで、暗いんです。はい、はい。今日はですね、はい、バカニュースもあるんですけど、バカニュースは特集に含まれてまして、はい、頭から特集をビシバシ行こうと思います。はい、そして、スペシャルゲスト、この方をお呼びしております。余人を持って変えがたい方ですね。余人を持って変えがたいです。はい。参議院議員の有田芳生さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。有田さん、ちょっと顔が半分になっちゃってますんで。あ、まあ、もうちょっと右に寄ってください。あ、そうです。その有田スペシャルっていうのが見えたいんですよね。後ろの。いいでしょ。それ何なんですか？これ、神保町にあった家康っていう焼き鳥屋に貼ってあったもので、はい、僕は、はい、黒糖焼酎をその店に置いてくれて、それを飲みたい人は、注文するときに、有田スペシャルお願いしますっていう。奄美も焼酎。え、じゃあ僕も行けばそれ飲めるんですか？いや、もうなくなっちゃいました。もうなくなっちゃいました、いいやつは。おー、はい。というか、有田さんといえば、酒飲みじゃないですか。そんなことないですよ。そうすると、このコロナでもう大変な思いをされてるんじゃない？飲み屋が8時までしか空いてないっていうか、酒が出ないとかね。いえ、8時も空いてないですよ。お酒は出ないから。え、じゃあ飲みに行ったり。家ですよ。家でこの1年半、韓流ドラマ見て、それも大体主要なものも見たから、最近は深夜食堂。はい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 。見てます。今度、桑田佳祐さんの新曲の金目鯛がなんとかっていう、それは深夜食堂を見ててつけたらしいですよ。そっか、もう飲みに行けなくて、辛い有田さんに、じゃあ今日は久々に、そんなことないです。ストレス発散していただいて、今日統一教会の話をたっぷりやりますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。まず特集的に、まあ、そのなんでこうまとめなのかなっていうところからなんですけど、これ先週の放送でもこれちょっとやりましたよね、なんか。それで、まあ先週、安倍がこんなイベントに出てトランプも出てたぞって、なんじゃこりゃとかでバカニュースをやったんですけど、今週もまた統一教会のネタが結構あって、それで僕ら考えてみたら、まあ、ノーヘッド TV、今年で、まあ、4年、はい、丸4年になりますけど、初期からずっと統一教会の話、ちょろ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 してるが、うん、何なのかよくわかんない人がもしかしていいんじゃないかな、うんうん、と思って、一回まとめてた方がいいかな
っていう気になりました。で、なんでそういう気になったかというと、その、こっからちょっとバカニュースなんですけど、急にバカニュースなんですが、うん、これはひどいニュースだね、これはね。こういうのがね、まずありまして、秘宝、表現の自由戦士、児童ポルノ有害図書廃止勢力とコラボしてしまう。もうこれ有田さん何のことか分かんないと思うんですけど、別に分かんなくていいんで、聞き流しておいてください。でも、バカニュース。はい。これね、ここはね、で、うん、はい、どうぞ。出てくる人、どうも知ってるんだよね。うん、そう。有田さんね、ご存知の人だと思います。そうですね。ねえ。じゃあ、その話も、どの人を知ってるのかなっていうことで、まず、こういう、今、こういうですね、署名がありまして、これはね、全国フェミニスト議員連盟っていうところに抗議をするっていう、何を抗議してるかっていうと、その、なんか VTuber のこの女の、この絵の人ですけど、が、警察と、松戸警察とコラボしたら、その、おっぱいが揺れてるっつうんで、こういう性的に、若い女性、少女を性的対象としてするような、ものはよろしくないんじゃないかというのを全国フェミニスト議員連盟が、松戸警察に言ったところ、じゃあ取り下げますと。で、そこに、起こったのが、いわゆる表現の自由戦士。表現の自由戦士ってもう10年ぐらい活動を皆さんしてますけど、だいぶね、東洋と被ってるし、その、10年前の表現規制反対運動はもう少し左派リベラル的なところがあったけど、もうすっかり僕的には様変わりしてると思ってて、うんうん、まあ半分ね、東洋、半分霊障、で、みんな肝を打たみたいな、そういう認識だから、まあ、こんなんどうでもいいかなとかって思ってたんだけど、よくよく考えたら、この人たち、その、このね、この署名の中にですね、その賛同の人たちが、こう、名前が出てるんですけど、まあ、一番上が、まあ、荻野実ね。で、それから、正式アロン、青式さんって言って、ネット、論客の方ね。で、まあ、いろいろその議員とか、そのいろいろ入ってるんですけど、まあ、オタクの議員の人たちですよね。その、一番下の方に、団体、賛同団体っていうところがあって、そこにですね、一般社団法人一国民の会っていうのがあると。で、これがどうも問題なんだっていうことで、その、統一教会とかカルトに詳しい、その、昔ながらの表現規制派の左派のオタクみたいな人たちが一生懸命これはダメなやつなんだよっていうことを、言ってるんだけど、どうもその、荻野さんにしろ、青式さんにしろ、あんまピンと来てない様子で、その賛同されただけなんじゃ、だからいいじゃないとかって言ってるんですけど、この人ね、ワシントンタイムズの、エグゼクティブディレクターなんですよね。まあ、正確に言うと、これワシントンタイムズジャパンって言って、ワシントンタイムズと世界日報が共同で出したウェブサイトですね。うん、そこのエグゼクティブディレクターですよね。うんうん。で、めっちゃ統一教会じゃんって思うけど、ね、やっぱりその、ピンとこない人はピンとこないみたいで、まあ、あと知りませんでしたと、いう、人がいるんですけど、例えばこの渡瀬優也って人の、その一国民の会っていうサイトにね、こういうふうに、そのさっきの荻野実さんとか、音喜多とかが、講演録みたいなのをアップしてて、提供してて、これお金を払って買うようになってるんですけど、これ知らんかったっていうの、知らんかったで済むのかみたいなことが今問題になってると。うん。で、まあそこ、うん。まあそこまでなら、まあ、あれなんだけど、この渡瀬って人は、うん、こういうイベントにも出ていると。これでかなりこう本格感が増してくるわけなんですよね。うん、うん。この天宙平和連合、
かっこ UPF っつうのもさ、去年、先週やったあれで、うん、で、さっきの安倍さんとトランプさんが喋ってたのがそのイベントですよね。それとはまた別の、それより1年以上前に行われた同じ、UPF 主催のイベント。で、これはもう完璧に、統一教会のイベントなわけなんですけど、これね、世界平和言論人大会っていう、そうそう、そのワシントンタイムズと、日本の世界日報、それから韓国の世界日報、セゲイルボが共催で、やったイベントで、まあ、ここでその、私さんは何を喋ってるかというと、今世の中にフェイクニュースが溢れてるんだと。で、そういう中で、事実を、きちんと提示して、リテラシーを身につけていかねばならない。そのためには、こういう世界日報とか、皆さん、ワシントンタイムズとかが、それに貢献できるだろう、みたいなことを言ってんですよ、安田さん。うん、だからね、もう何から何までひどいんだけども、これさっき賛同してた、ちょっとまずつまんない話からで言えばね、荻野稔さんなんか出たわけでしょ。うんうん、荻野稔さんなんていうのは、この人あれですよ、うん、詐欺グループに銀行口座提供したことによって、警視庁から、いわば、任意の聴取を受けたような人ですよね。これも前やりましたよね。やりました。で、この人実際それで議員辞職、まあ、議員辞職したんでしたっけ、うん、そういうことやってるわけで。そう。で、それも問題なんだけども、今の、この渡瀬優也さん、先ほど今ね、さっき名前が出た天宙平和連合って、これ後から有田さんが詳しく説明してくれると思うけども、これまさにど真ん中、統一教会系の NGO ですよね。ユニバーサルピースフェデレーション、UPF と言われて、これ創始者は統一教会作った文鮮明と、それからその妻のハン・ハクチャですよ。で、日本の代表は大塚克美さんなんていうのは、これも統一教会の会長やってたから、有田さんなんか多分よくご存知だと思うけども、はい、そこの、その天宙平和連合の、集会に出てるってこと。でもね、僕ちょっと気になるのがね、うん、この新聞雑誌記事のデータベースなんかをちょっと使って調べてみたわけです、この渡瀬優也さんを。うんうん、そうするとね、雑誌はね、まあ、月刊誌のプレジデントなんかに毎回毎回、ワシントンダイオリーっていうものを出してるわけ。バイデンがもう終わったとか、うん、日本も憲法論議なんかをしてる暇はないんだとかね、そんなこと書いてるのには、うんうんうん、まあ、普通の保守派と思えるんだけども、うん、あのね、首相同棲見るとね、うん、こうと菅と何回か会ってんですよ、官邸で。例えば、直近で言うと今年の6月20日に、午後3時から、うん、午後3時44分まで、つまり40分間以上ですね、菅と会って話をしたりしてるわけ。うん、その前にも4月3日にも会ってんのね。そういったことで、やっぱ官邸に呼ばれて足を運んでしまう。で、菅と話をするって、そういう関係にもなってるわけです。首相同棲に何度か名前が出てくることもあるわけですよ。だから、安倍がどうこう言う前に、現首相、今だまだ首相だけども、現首相の菅さんなんかとも、すでにもうそういった、こういう交流があるということ。だこれなんかに関しては、やっぱり赤旗なんかはやっぱり一番厳しく書いてて、例えば昨年10月の赤旗には、まあ、渡瀬さんっていうのは、もともとは学校民営化とか、あるいは労働争議における解雇の金銭解決の制度化、こうしたものを提唱している人で知られている。いわゆる新自由主義者として、労働法制の規制緩和ですとか、民営化なんかを推進するという形で自民党のお気に入りでもあるわけ。いや、そうした文脈なんかで菅さんなんかに官邸に呼ばれてるってこともあるんだろうけども、この人がまさに、天宙平和連合なんかで講演をしてるっていうだけではなくて、うん、統一教会が作ったワシントンタイムズ、それから統一教会の日本が作ってこの世界日報、このコラボレーションのウェブサイトでもってエグゼクティブプロデューサーをやってるっていうこと、うん、こうしたことから現政権と統一教会とのいわば結びつきみたいなものもね、ストレートではないにせよ、うん、非常に複雑な結びつきみたいなものも なんか透けて見えるなっていう気はしましたね。有田さんが知ってる人っていうのは今の人？ん、荻野区議と、それから鈴木憲法さん。ああ、はい、荻野さんはなんで知ってるんでしたっけ？そんなに。荻野さんは昔、選挙手伝ってくれたんじゃないかな。確か、だいぶ前。日本新党とか、もっと。新党日本、田中康夫さんの。あ、うん、そういう。だいぶ前から、いはい。うん、あ、でもね、まあ基本的にはやっぱりああいう人たちってもともとはリベラルな価値観を持ってる人たちで、うん、で、はい、そこからどんどんそのおかしくなってくる。だから今その、オタクの人たちの間でなんでその世界日報のやつに入り込まれてんだよって怒って
ってる人たちっていうのも、やっぱり本来その表現規制反対運動っていうのは、あのそういうものではないだろうっていうリベラルな運動のはずなのに、っていう怒りなんですよね。やっぱりそれはもともと表現規制反対運動をしてた、あの人たち、10年前のあの人たちがそういうことを一生懸命説いてるんだけど、その新世代的な、あのいわゆるフェミニストを目の敵にしてるだけの人たち、うん、あの表現の自由を盾に、あのそういう人たちっていうのはやっぱりあんまりそのそれが良くないってことが分かってないっぽくて、で何が悪いっていうか、その統一教会ってそもそも君らの敵やんっていうことをあんま知らないんじゃないかっていう、うん、だからその昔から表現規制反対運動をしてる人にとっては、統一教会っていうのはこういう人たちなんですよね。純血ラリーっつって、これ2014年ですけど、有害図書撤廃とか言って書いてあるじゃないですか。まさにその有害図書っていうのは、あの、ロリコンアニメとか、児童ポルノとかそういうものですよ。で、そういう勢力、なんだよっていうことをにあまりピンときてないっぽい。で、うん、これをこの純血ラリーっていうのね、もうずっと前から2000年代半ばからずっとあって、今でも結構やってるんですよ。あんまりあのチェックしてないけど、でポツ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 まめにデモをやってるんだけど、あのそれをやってるのがこの純血同盟、昔純血同盟っていう名前で、今ピュアラブアライアンスっていうグループなんですけど、うん、まあ、すごい名称なんですよね。そうそうそう。で、そこが、この、その主張はこれですよ。だから、いや、これ、青式さんの敵でしょっていうね。いや、青木さんだけじゃなくて、いや、これもう、荻野さんだろうが、音喜多さんだろうが、みんな敵でしょ、本来、これは。みんな、だから、ロリコン漫画を規制されるのが嫌で、そういう、ああいう VTuber がエロいんじゃないかって言われてる、フェミニストが言うから、怒ってるっていうのに、いや、その、エロはダメ、堕落って言ってきた人、フェミニストとは全然違う意味で言ってきた人たちがこっちなのに、うん、どうなっとんねやと。そうだよね。分かっとんかいみたいな話に今なってるわけなんですよね。この純血ラリーも前からやったんだけども、はい、確かね、90年代の初めぐらいにね、教育問題をやっぱ記事化したことがあったわけですよ。うん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 、確かね、92年に当時の文部省が学校で性教育を実施するようになったわけですね、92年ぐらいから。で、これを最も強く攻撃してたのが、まさに統一教会なんだけども、その時に初めて高橋史郎さんなんて名前を僕はその時に覚えてたわけですよ。で、その時は、いわばね、結婚前のセックスがダメだっていう話からね。うんうんうん、とにかく、その、婚前交渉を含めて、純潔であるべきだっていう、その純潔教育っていうものが、うん、まあ、当時からずっと言われてたわけで、で、90年代半ばになると、今度は新純潔教育みたいなものを統一教会に提唱してきて、うん、性教育は性交教育、つまりセックスね。性教育とは性交教育だとして、うん、文科省だけではなくて、それを推進している学校なんかも非常に攻撃する。で、うん、性教育とかジェンダーフリーを共産主義思想だというような、極めてね、うん、なんか歪んだ攻撃をしたことを僕は教育の問題を取材しながら週刊誌の時に非常に感じてたんですけどね。それは90年代ですよね。90年代です。で、これが2000年代になると、ジェンダーフリーバッシングの、ええ、一大勢力になるわけですよね、はい、ジェンダーフリーやフェミニズムは共産主義の悪魔の思想であるということで、はい、これはこの番組でも何回も紹介してますけど、この本に詳しく載ってるわけですね、ええ、山口智美さんとかがその2000年代前半の、ジェンダーフリーバッシング、フェミニズムバックラッシュの担い手、草の根の担い手の中に、この統一教会の純血運動の人たちがたくさんいたと。産経新聞と並んで、世界日報の読者が多くて、みたいなことが、ここに、まあ、詳しく書かれてるんですけど、まあ、フェミニズムのバックラッシュ、アンチフェミの、まあ、元祖みたいなもの。だからアンチフェミの元祖っていうことで言えば、もちろん、青式さんの仲間なんだけど、
そのフェミニズムに反対してたら何でもいいと思ってんじゃないの君みたいな感じが今あるわけなんですよね。うん、なんかじゃ逆だからみたいな、反対の仕方が逆だからみたいな、ところが、ここまでがバカニュースで、まあ、そういうことがあって、まあ、結局先週もね、安倍をがこんな統一教会のに出てとかっていう話をして、で今週も、そういうネタが来たなということで、あ、今統一教会もしかして流行ってんじゃないかと、流行ってるかどうかわかんないけど結構長いロングセラーっていうか息が長い感じ、息長いし、それから昔ね、まあ、これ後から話してもらうけど、有田さんがずっとその統一教会を追いかけて、ルポを書いて、本を書いてた人たち、うん、その対象としてた、取材対象としてた統一教会信者の今、息子、娘の世代がね、そうですよね。うん、ちょうどまあ若手、あるいは大学生だったり、高校生だったり、もっと上だったり、いろいろいるんだけども、その辺の活動っていうのがまた、うん、一応なんか予想を新たに、いわゆる統一教会のとの字も出さずに、いろいろ活動してるっていう実態もありますよね。ですね。有田さんが、うん、ツイッターでね、この今回の番組を告知してくださった時に、はい、取材活動の原点が今につながるとはみたいなことを書かれてましたけども、はい、これがその有田さんが書かれた統一教会の詳しい、まあ、初期のやつですね。初期のやつ、これ90、左が92年で、これまだ新品で、はい、アマゾンで買えるというそのロングセラーですね。で、うん、右のがその2年前1990年のこの頃、その僕は有田さんの名前を知ったのはオウム真理教のワイドショーでしたけども、そのより前からその霊感商法、統一教会のことをがっつりと取材して、なおかつ敵対されていたということなんでしょう、うんうん、この辺がでも有田さんのそのジャーナリスト、まあ、この辺時は週刊誌記者ですかね。うん、フリーですけども、会社クビになってフリーで原稿書くようになって、うん、で、うんうん、朝日ジャーナルに仕事の場を設けることができたときに、もう亡くなったんだけど、筑紫哲也さんの後の編集長が伊藤正隆さんっていうアフリカ問題の専門家だったんですけども、うんうん、はい、でその伊藤さんが編集長になる前に、藤森健さんという記者と二人で、霊感商法の批判キャンペーンを始めたんだけども、伊藤さんが編集長になったもんだから、うん、じゃあ代わってお前がやれっていうことで、藤森健さんの下について一緒に霊感商法の批判を始めたということの、朝日ジャーナルですね。うんうん、そこからいろいろ尾行もついたり、ホームで前の方に立たない注意をしたり、うん、家に無言電話が来たり、うん、カッターナイフが家に送られてきたりっていう、まあ、いろんなことがそこから始まるんですけどね。うん、それで統一教会でそんな目に遭ってるのにオウムにも手を出してしまったみたいな。もうだってやる人いないんだもん。やる人いないんですよ。有田さんがね、江川翔子さんも初めは霊感商法の取材を神奈川新聞の記者の時にはやってたんですよ。で、有田さんがね、その私の取材の原点が今とつながるとはみたいなことを書かれてたんですけども、はい、有田さんのブログを読んでると、在特会を敵、はい、ヘイトスピーチの問題をやる直前まで、はい、統一教会のことめっちゃ書いてますよね。ずっと継続してますよね。そうですね。いや、さっきも言ったけど、やる人がいないんですよ。うん、今鈴木エイトさんという人がやってくれてますけども。だからね、思ったのは、有田さん、ずっと、継続的に、戦ってるなっていうことをすごく思ったのと、で、だって2011年、12年ぐらいのブログ見ても、統一教会からなんかツイッターであんなこと書いて、抗議しますとか言ってきたファックスとかを全部晒して、
何を送っても全部晒して、これは事実ですとかっていう、有田さんのブログで反論されるっていう、そういうのを見てて、わ、すげえなって改めて思ったんですけど。ね、有田さんもすごいし、有田さんを敵視し続ける統一教会っていうのもまたすげえなとたまに思うわけですよ。そうなんですよ。つい最近もやっぱり有田さんの落選運動とは言わない、なんだっけ、そういったの文書、内部文書なんかは後から出ると思いますけども、有田さんの落選を、うん、はい、進めよう。つまり、ある種の落選運動を展開する統一教会って文脈もまた最近も出てきますよね。これ2010年ですけど、はい、これも有田さんのブログにさらされてたやつですけど、はい、そうですね。有田退治をすると。ええ。で、これは、この時は具体的にどのような退治をされたんですか？この時は、僕は東京の板橋の大山っていうところに事務所を構えてたんだけれども、まあ、その周りにずっとビラ、チラシが入れられたり、あるいはひどい時には、大山の駅前に、有田ひどいやつだっていう横断幕掲げて、演説やる人がいたり、まあ、とにかくあからさまでしたね。で、ところが、うん、ところがトップ当選ですよね。この時はね。ね、無期ですよね、統一教会もね。え統一教会無期ってなりますよね。そうでしょうけどね。で、またここで、いろいろ、うちの番組的にはつながるっていうか、この時に、この、内部文書で有田をやっつけろっていう指示を出してる人たちが山谷恵理子陣営だったんですよね。はい、うんうん、はい、そうですね。うん、で、その山谷恵理子陣営っていう、山谷恵理子っていう人は、その前に、ちょっと今年の春ぐらいに、やりましたけど、山谷恵理子の歴史をやったんですよ。で、その時に、こう、山谷恵理子っていうのはどういうことをやってきたかっていうことで、過激な性教育とかね、そのジェンダーフリーに反対することを、自民党の中でやってきたんだっていう特集をやったんですが、はい、これが、ノエティビ120、ボリューム121かな。あ、そうですね。右上に書いてあるかな。で、この時の、自民党プロジェクトチームの、ジェンダーフリー見直し論っていうのがね、結局、うん、統一教会の言ってることに非常に近いかなと。うん、結局家族、はい、云々っていうことと、その過激な性教育云々っていうこと。で、それがまあその左翼であるということを、結局のところ統一教会になんかもう吹き込まれ、ちゃってるのかなと、いう感じがやっぱりするなと。で、有田さんの妨害をしてたのも山谷恵理子陣営のに雇われてる統一教会の人たちだったというところで、ああ、やっぱりいろいろつながってるな。そしてそれから11年経っても、今有田さんをゲストに迎えて統一教会の番組をやるということで、はい、一生有田さんの統一教会につきまとわれちゃってるって感じなんですけども。山谷さんは自民党の前には民主党にもいらしたことがあるんです。はいはいはい。それでさっきからそのバカニュースの話題でお二人語ってらっしゃいましたけども、統一教会の側から言うとね、原理公論というのが教理解説書なんですよ。うんうん、一言で言ってしまうと、アダムとエヴァが堕落したから人類は堕落してるんだと。で、それを克服するためには、文鮮明教祖の下で、7代前の先祖に遡って、うん、男と女が結ばれる。だ合同結婚式ですよね。そこら辺に全部つながってて、純潔が必要なんだっていう主張になってくるんです。それを、統一教会はいろんな組織、タコの足みたいにいろんな組織作っちゃいますから、はいはい、さっきの UPF とか、UPF だっけ、はい、UPF とかね、はい、世界言論人会議とか、いろんな、カープっていう、
商業連合もそうだけれども、はいはい、学生組織もそうだけども、いろんな組織を作るもんだから、そこの中で教育が大事だっていうことで、純潔教育っていうのを一部門でやり始めて、そこに山谷さんをはじめとしたような人たちも、うん、組織されていくっていう、高橋史郎さんとかね。うんうんだからそれは統一教会の側から言うと、組織の原理の一番大事なところで、純潔が大事なんだという、教祖の教えから来てるんですよね。うんうんうん、だからそれが結局、自民党の右派の、ジェンダーフリー、まあ、家族、なんていうか、伝統的家族、感とかそういうものに、そういうことです、はい。合体しちゃってるってことですよね。ええ。うん、だからそのために政治家をオルグしなきゃいけないっていうことで、今でもそうだけれども、国会のロビー活動っていうのは熱心にやってますよ。統一教会の幹部、勝共連合の幹部、食堂なんか行ったら結構来てますよ。そして、また自民党の議員の部屋なんかに行くと、文鮮明、かつての教祖の本なんかも置いてありますしね。だからそういう、ね、はい。かつてはね、例えば、はい、小教推進議員ってありましたよね。はい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 。ね、つまり各議員に秘書を送り込んだり、僕ら週刊誌の世界で有名だったのは、はい、例えば、まあ、安倍晋三もそうなんだけど、安岡浩二と中川秀直とかね。はい。はい、あるいは、ま、最近ですと、萩生田光一とか江藤誠一とか、そんなところもやっぱ関係団体の集会なんかにも出席してるわけで、とにかく秘書を送り込む選挙運動を手伝うっていう形でもってかなり自民党に食い込んでったっていう話がある今でもそれは続いてるってことなんですか？調べる人がいないから、どのぐらい今、公設秘書、私設秘書の中に統一教会の現役信者がいるかっていうのは分からないんだけれども、僕は朝日ジャーナルが廃刊になって、週刊文春で仕事をやるようになった時に初めて、仕事をいただいたのが、国会議員の中に統一教会の信者の公設秘書、私設秘書が何人いるかっていう、はい、それを実証的に明らかにしたんですよ。でそれはもう1990年代の初めに、公設にも施設にもいましたから、はい、今でもそれはいてもおかしくない、まあ、調べていないんで、うん、調べる人もいないんで、やるべき課題だと思いますけれども、うん、まあ、そうやって国会の周辺、統一教会の信者たちが、まあ、現役の幹部たちも国会に来てオルゴをやってますから、ね、だんだん影響力を増やしてると思うんですよね。で、1986年に、うん、衆参のダブル選挙がありましたけれども、その時に勝共推進議員と、まあ、安田さんがさっきおっしゃった、勝共、共産主義に勝つ、それを推進する議員っていうのは150人、統一教会が応援したんです。でそのうち134人が当選してるんですね。自民党、それから民社党か、ね、当時のね、はい、うん。で、そういう人たちがいて、で、議員の側からすると、熱心にビラ配りもやってくれるし、事務所の仕事もやってくれるし、ボランティアで熱心にやってくれるんで、それは重宝なんですよ。だからそれは今でもやってると思うんですよね。だから僕、石原慎太郎さんのところに取材行ったとき、統一教会、それは国際商業連合のことで話を聞きに行って、とんでもない奴らなんだってのは慎太郎さんが怒っていて、夜中になるとビラを剥がしたり、で、後で分かったんだけど、俺の事務所にも運動員で入ってたんだって言うんですよ。うん、で、取材が終わったときに、ひょっとして君、統一教会じゃないだろうね、みたいなこと言うぐらい嫌な思い出としてあったらしいんです。よりによって有田さんを。そう言われた。とにかく熱心に動いてくれる真面目な人たち、一人一人はね、信者、うん、一人一人は。だけど、1990年代に霊感商法が社会問題になったじゃないですか。で、それで、国会議員も地方議員たちも、統一教会と親しいっていうことを言えなくなった時期があるんですよ。その時はもうずっと離れていった。だからそれは統一教会の現役の幹部たちも困ってるんだっていうようなことは言ってましたけれども、そういう霊感商法の統一教会だというような印象っていうのは社会的に今なくなってきてるから、安倍晋三前総理なんかもあからさまにそういう集会に出るようになってしまったんだと思いますけどね。これね、これ。あれもそうですけども、はい、例えばね、僕ちょっと図書館で調べてきたら、2006年、
6月30日の週刊朝日がやっぱりこのことを書いてるんですね。これ実は有田さんもコメントを寄せてるんですけども、2006年に安倍晋三と統一教会のただならぬ関係っていう記事が出てるわけです。統一教会系合同結婚式に祝電を送った。果たして次期首相にふさわしいのかって、これ2006年。つまり、合同結婚式、はい、これ、週刊朝日じゃないけど、赤旗の記事があるんで出しておきますね。はい。はい。これ、福岡で行われた、まさに、UPF の大会ですね。そう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 、これですね。で、ここに祝電を送ってるわけですよ。しかも、この時は合同結婚式を行われてるわけですよね。で、まさにその、天宙平和連合、UPF の福岡大会だったんだけども、ここでは、その大会だけじゃなくて合同結婚式も行われている。ここに安倍晋三、それから今名前が赤旗に出てますけど、安岡浩二、それから中川秀直、そうした人間なんかが祝電を送ってる。で、これに関して、この記事は、例えば週刊朝日の中で有田芳生さんなんかが、コメントを寄せたりしてるわけですけども、2006年あたり、つまり霊感商法批判っていうのは一定程度、まあ、だいぶ収まってきた中で、また盛り返してきたというか、露骨に祝電まで安倍晋三が送ってるっていう、この関係性が見えてくる。やっぱりこういったことも今世紀に入ってから露骨になってきたなって気もしましたね。この頃の有田さんは、安倍晋三、安倍事務所がね、その、天宙平和連合に祝電を打ったことで本人を批判するのはちょっと無理があると。国会議員の事務所は、その事務所レベルでそういうのに OK 出しちゃうから、安倍は統一教会への対応方針がちゃんとあって、で、自分もそこに近づけないようにしているんだみたいなことを、ブログの記事に書いてらっしゃった。っていうそういう認識だったっていうことですよね。歴史的な経緯から、週刊朝日ではかなり厳しく批判はしてましたけどね。うん、あ、そうなんですか。どういう、そこはやっぱり変化がかなりある感じですかね。うん、歴史的な経過から言うと、岸信介さんという元、うん、はい、総理で、60年安保の時の安倍晋三さんのおじいちゃんですよね。で、統一教会とものすごく親しくて、統一教会の本部にも出かけて行ったりするような人だったんですよ。だからそういう経過があって、統一教会の側からするとね、岸信介、それから安倍晋太郎さん、安倍晋三さんのお父さんですよね。で、統一教会は安倍晋太郎総理を実現したかったんですよ。で、そのためにいろんな努力を統一教会なりにやってたんだけども、お亡くなりになって、そして安倍晋三という人が出てきた。で、接近したかったんだけれども、実はザワイドという番組で僕はコメンテーターをずっとやってた時に、安倍さん、晋三さんが幹事長になった時、スタジオにやってきて隣に座ったんですよ。で、その CM の時に安倍さん、岸信介さん、それから晋太郎さんとの関係で統一教会からの接触っていうのは相当あるでしょうって聞いたんです。そしたら安倍さんが僕に言ったのは、いや、よく来るんだと。来るんだけれども、ああいうところに近づいてるっていうイメージは良くないんで、会わないようにしてるっていうことを、CM の最中に言ったんです。で、それで、その経過があったもんだから、僕はまあ今、国会というところで仕事やってますけれども、いろんなとこから祝電くれとかっていうのは、あるわけですよね。で、その時に全部議員そのものに話を聞くところもあるけれども、聞かないところもあると思うんです。秘書が、仮に秘書が統一教会の信者だとすれば、そういうところから祝電くれって言ったら当然出しますよね。安倍さんのところはそういう人がいたかどうか僕はわからないけれども、そういう、祝電求められたら、ああ、こういう、関連が あるんだったら出しとこうみたいなことで、議員そのものが知ってたかどうかってのは未だわからないんです。安倍さんが知ってて出せって言ったかどうか。だけど、さっきも言ったように霊感商法の統一教会っていうことが社会問題になってるときには、自民党の議員も含めてそこから避けた時期が長くあったんです。で、それがもう社会的に風化をしていく今の現状の下で、堂々としたビデオメッセージを安倍晋三という人が、ハン・ハッチャという統一教会のもう教祖の奥さんですからね、そこに堂々とそういうビデオメッセージを出したってことは、まあ、祝電問題は別にしても、内心では近いものをずっと思ってたんだと、今は思ってます。
うんうんうん、でね、これ、まあ、その安倍さんだけじゃなくて、トランプもビデオメッセージを出していて、それでこの、チョンシンワールドセンターっていうところでやってるんですけど、はいはい、はい。これ、あ、これ、あ、これの、その、その前に、この、このトランプさんの下にこれ、まあ、合成だと思いますけど、こう、演題的な、なんかタイトルっぽいのが書いてあるじゃないですか。うん、で、これが何て書いてあるのか、というとですね、こういう新統一韓国のためのシンクタンク2022希望前進大会、新統一韓国のため の, 神, 統一、ね、神, の神ゴジラの神みたいな感じなんですけど、神の統一する韓国のための希望前進大会という、この、まあ、シンクタンク2022っていうのが、そういうのを立ち上げてるんですけど、そこに挨拶を送ってると。で、ワシントンタイムズとかに感謝しますみたいなことを言っていると。で、やっぱり、これすごいことじゃないのかなってちょっと思うんですよね。うん、で、これがまたこの、チョンシンワールドセンターって言って、これがあのソウルのちょっと郊外、ね、郊外にある、はい、なんかすごい、なんか、ここのサイトに、まあ、統一教会が運営しているアリーナみたいなところなんですけど、すごいでかいんですよね。2万5000人入るっていう。で、ここは何をするとこかっていうと、合同結婚式やるとこなんですよね。そうなんですね。はい。で、やばいね、と。で、さらにその有田さん的に、有田さんがその指摘している、その霊感商法のこととかがもうあんまり、忘れられちゃっててというのは、やっぱり、それをすごく感じるのが、こういうことを問題視してるのは相変わらずその赤旗だけっていうかですね、うん、他のマスコミメディアでは全然その、今回の安倍のやつ話題にもなんなかったですよね。で、そういうところにその、これが、今年の9月の、さっきの安倍さんのあれを批判する記事なんですけど、赤旗しか出してないんですよね。うん、一般紙もテレビも完全無視。無視っていうか別にいいっていうか、もしくは賛同してるのかもしれないし、っていう状況の変化がちょっとすごいなぁと、この30年で、そういうことを思いました。だから、で、安倍さんってこれ、その10年ぐらい前にね、東日本大震災の後、アメリカ人に対してありがとうっていうメッセージを、新聞広告を出してるんですけど、これ、もうワシントンタイムズに出してるんだよね。うん、ニューヨークタイムズとかワシントンポストとかじゃなくて、わざわざ統一教会のところにこれ出してると。うんうん、これは2011年ですよね。だから結構がっつりだなっていう感じがします。で、まあその一回、ちょっとまとめ、一から、まあ、そんな状況なんで、やっぱり一から統一教会とは何かっていうことを、まとめとかないとまずいんじゃないかなと思うんですよね。これが今ウェブサイトなんですけど、統一教会の、結構なんかほのぼのしたいい感じのサイトじゃないですか。うん、まあ、注目すべきはこの名称ですよね。世界平和統一、はい、家庭連合となっているところが、はい、まあ、彼らの性格の変遷を表してますけどね。うん、これだとなんかあんまりちょっといい感じだからって言って入っちゃう人、うん、いてもおかしくないですよね、うんうん。でも真ん中に合同結婚式の、報告のリンクがあるという、うん、で、これ今だからその統一教会、統一教会って僕ら言ってるけど、正式名称は今世界平和統一家庭連合なわけですよね。はい、このあんまり知らないじゃないみんな、うん。で、その名前は実はもう90年代に変わっていて、はい、その日本の宗教法人で名前の変更が認められたのが結構最近だったのなんだけど、うん、名前自体はもう90、30年ぐらい前に変わっていて、
その前が世界基督教統一神霊協会っていう名前だった。これが1954年から94年までなんですけども、これがいわゆるその霊感商法とかで80年代に社会問題になった時の統一教会の名前なんですけども、だからその略称も、その統一教会の教会がチャーチなのか、フェデレ、あの、アソシエーションの教会なのかとか、いろいろあるんですよね。もともとそのアソシエーションの教会が正式名称だったから、統一教会って、その、キリスト教会系の人は、その、こういうのを教会扱いしてほしくないってことで、アソシエーションの方の字を使ってるみたいなんですけど、あの、アメリカだとユニフィケーションチャーチ、それから、ムーニーズ、ムン、教祖のムンソンミョンさんの名字を取ってムーニーズ。だから韓国ではトンイル教っていうふう、統一教っていうふうに呼ばれてると。で、ここからが本題なんですけど、これだけだとまあ、霊感商法をやんなければ普通の宗教じゃんということで、になるんですけど、僕ら的には、その、有田さんがさっきおっしゃってた、タコ足のようにいろんな団体っていうね、うん、これが問題なわけですよね、今、うん、リアルタイムで。勝共連合の話は先週も出ました、安田さんが、殴りに行ってた人たちですね、原理研究、大学時代にね、襲撃に行ってたのが原理研究会、カープ。で、この勝共ユナイトっていうのは、シールズのマネーしてできた若者団体ですよね。で、まあ、その天宙平和連合とか、世界平和連合とか、それからその純血同盟、ピュアラブアライアンス、それから真の家庭運動推進協議会、から。誠のと彼らは言うんですけどね。あ、誠のだ。ああ、うん、誠の家庭運動推進協議会。から、メディアで世界日報、ワシントンタイムズ。で、まあ、その他その、ハッピーワールドとか、なんだっけ、なんとか、旅行が代理店とか商社とかいろんなものがありますよね。はい。はい。で、すごくこう大規模であると。これ本当にその団体のごく一部なんですね。ここに挙げてあるのってね。うん、ごく一部の俺ら的に興味のある団体っていうか、まあそれはヘイトスピーチとか右翼とかそういうものに深く関わるものをピックアップするとこうなるんですけど、わけのわからない団体が大量にあると。うん、で、でもよくよく見るとどっかにそのお父様がとか、ムンソンミョンのことですけど、書いてあったり、その、統一的な家庭の世界の平和をみたいなことが書いてあると、あ、これ統一教会なんだなってわかるっていうような、ものですよね。で、なんでそもそもその、安田さんが大学の時は原理研究会が敵であったと。で、それは勝共連合の一派であったとこういうことなんですけど、なんでこの人たち共産主義に反対して右翼になっちゃってるんですかね。それはまあやっぱり有田さんに喋ってみましょう。うん、これは文鮮明のやっぱり生い立ちに関係あることですから、有田さんにちょっと説明いただきたいと思いますけど。うんうん、文鮮明としては、今でいう北朝鮮の生まれなんですよね。で、南にやってきて、1954年に統一教会というのを韓国で作り上げて、そして、日本にやってきて、国際勝共連合で言えば、そうにあるけども、68年に、まあ、韓国で始めてきて、日本でもその年に結成される。で、それは国際勝共連合が1968年にできたっていうのは、当時日本でも1970年に暴力革命が起きるっていうようなことが言われていて、そんなことはまあ全く馬鹿げた話なんだけれども、はい、まあ、それを食い止めるために、笹川良一さんであるとか、小玉義雄さんが日本で、国際勝共連合っていうのを作っていくんですよね。だから根っこは一緒で、統一教会の教えで、サタンというものを撲滅しなければいけない。うん、まあ、統一教会の分派の中では今、うん、アメリカのバイデン大統領っていうのはサタンなんだっていうようなことを言ってるんだけれども、とにかく分かりやすく敵を作っていって、
1970年代前後っていうのは暴力革命が起きるんだから、それを食い止めなきゃいけない。そのためには、あの、統一教会の関連友好団体である、勝共連合っていうのは前面に出ていって、そして選挙においては、あの、自民党なんかを支援していかなければいけないという、まあ、ずっと今につながるような思想っていうのが続いてるわけですよね。だから、そこは、あの、今も変わってないけれども、霊感商法の統一教会というようなイメージが社会的にはもう、韓国においても問題になったんで、それであの名称を変えて、世界平和統一家庭連合というような綺麗な言葉に変えてしまってるんだけど、やってることは一緒で、韓国が今の日本の組織ってのも支配してる、その構造ってのは変わってませんから、まあ、日本が韓国の本部に、お金を貢ぐというような体制が今も続いてるんです。今、有田さんがおっしゃったところで、やっぱりとても僕は重要だなと思ったのは、やっぱりこれ、やっぱ反共っていうことがまず最初の目的としてあったってことですね。そこにアイデンティティがあるってことなんだけど、僕、ある経済誌でもって、笹川良一の取材をしたことがあったんですね。はいはい、で、その笹川良一の取材をしたときに、笹川良一ってのは、元栖湖に別荘を持ってる、でかい別荘を。そう、ね。で、元栖湖にすごいでかい別荘あって、今でもね、行くとね、近寄れないぐらいに、すごい、広い敷地の中に別荘があるんだけども、その笹川良一の元栖湖の別荘でもって集まったのが、笹川良一と小玉義雄と文鮮明。これは1967年にあって、通称元栖会議って呼ばれているものがあるわけですよね。で、笹川良一と小玉義雄、つまり反共の、いわゆる、国使ですわ。その人々が文鮮明と会談を持って、いわば勝共連合を日本で、いわゆる勝共運動だ、当時は。連合できてないから。勝共運動を日本で広めようということで、笹川、小玉、文鮮明っていう3人で、1967年、いわば学生運動が燃え上がる寸前の時ですよね。そこで、会議を持ったっていうところが時代的にも、そして、この登場する人物においても非常に重要な点だったんだろうなっていう気がしましたね。まあその後ですね、久保木治美なんか、治美なんかが、いわゆる勝共啓蒙団とか作って、後の勝共連合なんかの前身を作るのは、いわゆるもともと立正厚生会の会長秘書だった久保木さんが、この勝共連合の代表に収まっていくって、そういう流れがあったと思います。だから統一教会、統一教会っていうのを一言で表現するならば、1960年代後半から70年代にかけてよく言われたんだけれども、韓国生まれの反共暴力集団っていう捉え方なんですよね。で、韓国で1954年にできた韓国生まれ。で、反共、共産主義に反対する、暴力革命に反対する。そしてそういう勢力をやっつけなければいけない、サタンである。そして暴力集団であるっていうことは、いろんな暴力のチラシを今も、撒いてますけれども、まあ、そういうこと、あるいは選挙になると相手陣営のポスターを剥がすとかですね、あ、もっと今思い出したな、美濃部良吉さんが都知事の時にお手伝いさんで女性信者が入るんですよ、美濃部さんの家に。で、どんなことやってたのって聞いたことがあったら、糖尿病にさせようとして、甘いものばっかり食べさせたみたいなこと言ってたけども、まあ、馬鹿げた話だけれども、まあ、そんなこともやる人たちなんですよね。なるほどね。さっきね、今、文鮮明、文鮮明さんは、どうやって北から逃げたんだっていう話をコメント欄で書いてた人がいましたけど、この、密航というか、平壌で、強制収容所に入れられてるんだけど、朝鮮戦争って最初、南の方がダーッと平壌まで占領するんですよね。で、一回、だからそこで解放されてるんだよね、米軍に、で。米軍に解放されて、そのまま韓国に逃げてると、いう経緯があって、そこで、なんていうか、日本でも特攻にひどい目にあって、祖国でも、共産主義者にひどい目にあってっていうところから、もうその5年後、4年後に統一教会を作った後は、もうすぐに反共の道に行くと、いうような感じですかね。で、有田さんの92年の本にも書いてありましたけど、そのフレイザー、フレイザー委員会ね。の報告書っていうのがあって、その、アメリカ下院のフレーザー委員会、韓米関係の調査っていうのを1978年に出していて、ここに驚くべき文言が、
つまりその統一教会この機関というのはムンソンミョンの統一教会とかそれにまつわるそのオーガニゼーションのことなんですけども、多国籍企業に似ていると、ありとあらゆるその製造業とか、通商とかそういうものを金融とかその他いろんなものを巻き込んだ多国籍企業に似ていて、なおかつ下級構成員の訓練と利用の点では準軍事組織に似ており、その他の点では厳格な規律を持った国際政党の特徴を備えていると。1978年の時点でこういうふうにアメリカで見なされていたっていうところが、日本だとその霊感商法のなんかあのインチキ宗教みたいなイメージだったんだけども、ちょっとだいぶイメージが違うなっていう感じがするんですよね。それでこのここに書かれてることって今こそなんかリアリティがあるような気が僕はするんですけど、どうでしょう有田さん。そうですね、あのフレーザー委員会の統一教会に対する規定っていうのはここにある通り非常に今でも重要なんだけれども、あの宗教という側面が、まあ、合同結婚式なんかで強調されるのは当然なんだけれども、実はあの韓国ではあの宗教団体じゃなくて財団なんですよ。だからあの韓国においてはあのいろんなあの企業活動をやってる組織として世界キリスト教統一財団みたいなね、そういう位置づけなんです、うん、だからそこであのいろんな活動をやって、まあ、新聞社も作る、企業もやる、メッコールっていうあの飲料なんかもそうだし、はい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 、高麗人参茶なんかも統一教会の企業がやってるわけで、そういう、うん、あのイメージなんです。だからあの日本の世界日報なんかはあの統一教会信者の新聞社だったんだけれども、韓国の世界日報なんか取材行くと普通の人も入ってるんですよね。だからもっと言えばワシントンタイムズにしたってあの信者の新聞というよりも、うん、いろんな普通の記者たちも入ってるから、うん、あのなかなかあの時にはいい記事なんかも出したりするわけで、うん、だから日本がやっぱり特殊な統一教会の組織になっていて、宗教が前面に出て、だけど韓国においては財団で企業の側面が強いですから、霊感商法なんかを日本が中心にやって、そのお金が全部韓国に吸い上げられていくという、うん、まあ、韓国はだから、うん、財団的な経済的なイメージが今でも強いと思います。じゃあやっぱりそれでそのさっきのね UPF のイベントなんかにもあそうそう一個ビデオを用意してたんだった、忘れてた。さっきの安倍さんが出たイベントのねプロモーションビデオがあるのでちょっと見てみたいと思います。プロモーションっていうかまあ事前のティーザーみたいなのがあるんで、ちょっと見てみましょう。やっぱ驚くべき人が、やっぱり今有田さんがおっしゃったみたいに、驚くべき人が普通に出てきて、ますので、パンギムンさんが普通に出てきてますよね。出てますね。うん。で、やっぱりその、朝鮮戦争で分断された韓国を統一するということが、まず統一教会の統一っていうことの意味なんだけど、それとともにその神の国に世界を統一するっていう思想があって、で、先ほど有田さんがおっしゃった、共産主義っていうのはサタンの思想なんだというところがそこで、出てくるわけですよね。これ僕ちょっといろいろ統一教会の教則ビデオをいろいろ見ました。だいぶハマった。あ、なるほどって なりました。こういう考え方なんですよね。要するに、その統一原理っていうのがあって、そのためにはその共産主義に勝たないといけないと。で、それがこれがゴッディズムって言うんですけど、神を中心とした人類一家族世界を実現するために、これを共産主義に勝たないとダメなんだ。なんでかというと、その共産主義っていうのは、サタンの思想で、世界大戦っていうのは、その神の国とサタンの
神の陣営とサタンの陣営の戦いで、第一次大戦も第二次大戦もそうだったと。で、第二次大戦においては、その日本は、サタンの陣営だったということなんですよね。で、そのサタンの陣営というのは、その全体主義で、反キリスト教で、神の陣営、天の方の陣営というのは、その民主主義で、先進資本主義でキリスト教であると。こういう世界観のもとに、すべての行動をやってるわけなんですよね。だから簡単に言ってしまうと、統一教会の教えに基づいて世界が統一されるということなんですよ。だから、一番大事な教えであって、神統一っていう意味も、一般的な神が統一じゃなくて、統一教会の教えで世界が統一されていくということであって、文鮮明教祖がまだ生きている時なんかには、これは日本でも雑誌の文藝春秋が、副島さんという世界日報の編集局長が暴露の論文を出したんだけれども、統一教会の中には儀式があって、日本の天皇陛下が文鮮明の前にひざまずくというような儀式もあるんだってことを暴露をして、社会的な問題にもある程度なったんですけどね。だから本当は右翼が起こったんですよね。もう本当は怒んなきゃいけないんだけど、今やもうそういうことも知らないですから、もう歴史がもう全然ぼやけてしまって、まあ、一言言っとけば、例えば地下鉄サリン事件が起きたのは1995年じゃないですか、はい、その時に生まれてなかった人たちが今、若い人たちがいるわけで、今、オウムの組織に簡単に入ってしまう人がいるように、まあ、統一教会の問題点というのは知らない若者たちというのはものすごく増えている状況のもとで、まあ、いろんな綺麗な組織名なんかを使って、学生さんたちもそういう関連組織に組織されていってるという現実があるっていうのは注意しなきゃいけないと思いますけどね。ですね。このアダム国家とエバ国家って何なんですか？だから韓国はアダム国家であって、エバ国家は日本で、とにかく忠誠を誓わなきゃいけない国に生きてるんだと、あんたたちは。だからそのためには韓国にお金にしてもいっぱい捧げなきゃいけなくて、じゃあそのお金を稼ぐには一番手っ取り早いのは何が入ってくるかっていうと、霊感商法っていうのがうまくいっちゃったもんだから、まあ、エバ国家として貢がなきゃいけないと。そして合同結婚式でも誰と結婚するか分かんないわけですよ。教祖が指名するわけだから。だけど、韓国人の男性信者と結婚することが、やはりエバ国家としての信者の私たちとしては、そういうことも嫌な気持ちがあったとしても我慢しなければいけないとかですね。だからそういう、ものすごく、それが、日本の植民地支配のことなんかも、統一教会の内部の教えなんかでは、ものすごく強調するんですよね。だけどそんなことは今の日本の教育であんまり教えられていないから、統一教会の信者になることによって韓国の歴史と日本の歴史っていうのはこういう関係があったんだということにびっくりして、エバ国家である私たち信者は韓国のために全て尽くさなければいけないというような、そういうことを信じてた若い女性信者たちっていうのはいっぱい話を聞きましたけどね。その今の喧嘩の風潮の中でそれと両立できるわけないじゃないですか。なんでこんなにネトウヨと統一教会は仲がいいんだっていう、まあもともと矛盾なんか気にしない人たちだから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、はい、要するに反フェミニズムだったら組んじゃうし、反左翼だったら組んじゃうしみたいなことですよね。でも統一教会の教えとしては、韓国アダム国家である韓国にエバ国家である日本はその妻として付き従わなければいけないと。で、貢がなければいけないと。で、まあそこに女性差別的な思想も入ってると思いますけど、そういう考えでやってるって、これをネトウヨに教えてもピンとこないんだろうな、多分ね。でももともとね、
日本の右派勢力って節操ないわけですよ、はっきり言えば。反共であれば何でもよかったわけで、あるいは反左翼であれば平気で敵とも、つまりサタンとも手を組むっていうのが日本の右派勢力の典型だったわけで、行動様式からすると。それがね、最も、これはまあ断言することに関しては若干の躊躇もあるわけだけども、例えば1997年にね、週刊文春が赤報隊と統一教会を結ぶ点と線っていう記事を出してるわけです。で、僕は97年。有田さんがニヤッとしましたよ。そうそうそう。で、僕はその時、まあ、週刊誌記者で、お、すげえな、この記事はって思った記憶があって、実はその書き手が有田さんだったんですよね。この赤報隊と統一教会を結ぶ点と線という記事は、やっぱり当時すごく評判になって、で、僕らも、おおって思って、まあ、一部ではもちろん、その統一教会の影みたいなものが囁かれてはいたんだけども、きちんと文字として、なったっていう。まあ、有田さんもいろいろこの時は苦労されたとは思うんですけども、いろいろ脅迫もあったりしたと聞いてます。で、ただまあ、そういった中でね、本来赤報隊っていうのは、つまり反日なんていう言葉を使って、今のネトウヨのね、同じような、表現でもって、朝日新聞を叩いてたわけなんだけども、まあ、叩いたどころか人を殺してるんだけども、そこと統一教会の結びつきみたいなものが当時噂され、で、最近でもその赤報隊事件に関して、元朝日の、ね、日田さんでしたっけ？日田さん。日田さんね、あの書いた本なんかでも、はい、まあこれは、統一教会っていう名前は出てはいないけれども、示唆するような形でもってその存在が、表現されている。この辺に関して有田さんなんか今はどのように考えてらっしゃいますか？赤報隊事件のことを日田さんが朝日新聞の本当に先住的な取材をずっと続けてこられて本にしたときに、実は本の中で統一教会っていう名前で原稿書いてたんですよ。ところが出版社の方がビビっちゃって、消してくれっていうことで、なんかわけのわかんないことになった残念な経過があるんだけども、1987年の5月3日、憲法記念日に朝日新聞の阪神支局が赤報隊を名乗る目出し帽の男に襲われて、記者が一人亡くなるという、そういう未だ未解決の事件があるんだけども、当時警察が捜査をする中で、犯人像として2つの可能性を考えたんですよね。1つは親右翼、はい、それからもう1つは動機の点で、当時朝日新聞も含めて、朝日ジャーナルも霊感商法の批判キャンペーンをやってたことで、統一教会に関わる人物が犯人じゃないかということで、その2つ、いわゆる親右翼の系統の人たちと統一教会の周辺の人たちを捜査したんです。だからそれは未だ未解決のままで、警察の中には統一教会周辺の人物が犯人だったんじゃないかというような人もいるんです。で、わからないまま今終わってしまってるんだけども、ね、まあ、ついでに言っとくと、この番組との関係で言うと、川崎でよくヘイトスピーチを前面に立ってやってた、瀬戸博之さんという方も、赤報隊の犯人じゃないかということで、捜査をずっと受けてた時期があったんです。いわゆる新右翼ルートの捜査の中で浮かび上がってきた時期ですね。そうですね。はい。はい。この番組との関連で言うとって、この瀬戸さんはこの番組関連の人物なんですね。違うの？まあまあまあ、そうです。まあ、それで合ってると思います。その赤報隊云々で言うと、これ別に偶然だと思うんですけど、その統一教会に関してね、今最近非常にあれってなったのは、アメリカのトランプの周りがやっぱり統一教会の匂いがすごくするっていうことで、さっきフレーザー委員会の報告で、そのもう準軍事組織であるみたいなことがもう70年代時点で言われてるんだけど、今結局僕らとしては、そのガナハマサコさんとかね、その沖縄で、こちょこちょやってるやつらを、その、まあ、ニュース女子の関連で追っかけてると、ちらちらと統一教会の影がちらつくと。で、ガナハさんが別に信者っていうわけではないと思うんですけど、彼女はその、幸福の科学とも仲いいですから、右翼として関わってるんだと思うんだけど、その関連で、一回こういうのを、掘ったことがありましたね、安さん。篠原明さんが来た時、はい。ノーヘッド TV 第11回かな、
その頃に、こういうのをやったことありました。スパイス防止法制定促進国民会議っていうのがあって、ここの、その、長が、アセチさんっていう、人なんですけど、はい、で、このスパイ防止法制定促進国民会議は、宇田川町のワールド宇田川ビル9階っていう、勝共連合と同じ場所にある、そうですね。これ当時ね、勝共連合のことを宇田川町、宇田川町って呼んでる人もいましたからね。で、そこに、それに関連するものとして、その国際勝共連合、さっきのそのアセチさんっていう人は国際勝共連合の、もう人であると、いうことで、で、この人たちが、ガナハさんを国連に連れて行ってるんだよっていうことを、くしくも、その、ほら、篠原明が、誰は中世思想研究会と関係があるとかからなんか全部北朝鮮の手先だみたいなことを言ってたから、そんなんやったらこれ全部、みんな統一教会ってことでええのんかっていう話をしたんだが、実際そうだと思うんですよね、これね。実際統一教会だと思うんです、こういうことを一生懸命やってるのは。で、そのガナハさんが、これの何年かとトランプの選挙の時にアメリカに行ってこういうルポずっと 何ヶ月3ヶ月ぐらいいたのかな、ルポを出しましたよね、2000年、これ去年の10月か、でこれも結構うちの番組で いじりましたけど、サンクチュアリ教会っていうところの人と、ずっとついて案内されてるわけですね。で、このサンクチュアリ教会牧師、っていうのが、この、いわゆる統一教会の関係っていうか、息子ですかね、七男、うん。統一教会の、ね、七男。文鮮明には、子供14人いるんですよ。うん、うん。で、そのサンクチュアリ教会を作ったのは、その文鮮明の七男、つまり 7番目の男子。うん。で彼がサンクチュアリ教会っていうのをアメリカで作った。まあ、実は統一教会に関してアメリカなんかでは結構分派というかですね、いろいろ兄弟間の争いとか、親とこのね、アリサさんね、ハプチャーさんと子供との対立ですとか、様々なものがあって、今だったら大まかに言うと3派ぐらいに分かれてると思うんだけれども、その中で、いわゆる宗教面を引き継いだと呼ばれているムンヒョン人、これ文鮮明の、いわゆる七男ですね。彼が作ったのがこのサンクチュアリ教会だったっていうことだと思います。はい、これがその日本サンクチュアリ教会の、ウェブサイトで、まあ普通にキリスト教っぽい感じのね、まあちょっとカルトかもしれないなとは思うけど、ちょっとスピッタキリスト教なのかなっていう感じのサイトですけど、これがアメリカの 本家本元のサンクチュアリ教会のサイトになると、こうなんですよね。まあこれサンクチュアリ教会のサンクチュアリ、うん、英語で言うとこのサンクチュアリチャーチのウェブサイトのトップ画面ですから、うん、これ全然なんかサンクチュアリっぽくないようですよね。そうなんですよね。それで、だから偶然とはいえ、そのやっぱり赤包帯のことと、やっぱりこのことが頭の中で結びついちゃったなっていう、この、要するにその、ムンヒョン人って人は今こういうルックスで知られてるわけですよね。この王冠みたいなのも、この銃弾でできてるっていう。でこの、多分ちょっと俺なんかサブカルっていうかオタクっぽい匂いを感じるんだけども、うんうん、とにかくその銃、聖書の中に、聖書なのか、ムンソンミョンの教えなのかわかんないけど、中に出てくる鉄の杖っていうのは、これ、AK のライフルのことなんだと。うん、いうことで、そのサンクチュアリ教会は、この、向こうでその武装をその銃の自由化というか、そういうことを推進する、とにかく常に銃を持ってなんかやってるわけですよね。これだから相当おかしいよね、うん、キリスト教としてはね。だから文鮮明の7、うんうん、
この文鮮明の七男、あ、ごめんなさいね、文鮮明の七男のこの人物がサンクチュアリー教会っていうのは作って、まあ、日本にもあの組織があって、はい、確かあの文京区に本部があるはずなんですけども、うん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 、で一説にはこれは噂なんだけれども、群馬県の中であの武装訓練やってるみたいな話も流れていて、連合赤軍だ。統一教会そのものが、こんな分裂する前に、全国各地に銃砲店を持ってたんですよね。で、池袋にもありましたけれども、まあ、そういう背景があったもんだから、赤砲台事件が起きた時に、警察がそっちの方に目をやったということで、そして、さっきも話出ましたけれども、このサンクチュアリー教会、ガナさんたちとの関係もあるんだけれども、その、バイデンっていうのは、アメリカを共産化させるサタンだって言っていて、とにかく我々はドナルド・トランプ大統領のために武器を手に取り死ぬ覚悟で挑まなければならないというようなことをずっと言っていたんです。だからそういう危険な体質を持っていて、とにかくこれからは聖戦、聖なる戦争の時代なんだみたいなことまで言っていて、実際に日本からサンクチュアリー教会が信者300人がアメリカに渡ったりしてるんですよ、ね。はい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 、だから危険ということではこのサンクチュアリー教会の動きっていうのは公安筋も注目してるということですけどね。だからこれ、その思わぬ展開というか、その霊感商法でとか言ってた頃とかなり別次元に、来ちゃってるなっていう風な感じがしますよね。それでそこに日本のその右翼が直接的に、つながっていると。でもガナハさんもそうだし、そのトランプの応援と称して日本から行った人がたくさんいて、大体みんなサンクチュアリ教会の人だったですよね。で、一方でその上の方の安倍さんとかそういう人はがっつりと UPF のイベントで、ムンソンミョンを褒めたたえ、ムンソンミョンとかハッチャを褒めたたえているという、いろいろこうやって統一教会をまとめてみると、いろいろやばくないですか？あれですね、どうでしょう？霊感商法の時よりまずくないですか、これ。まあ、霊感商法も問題でしたけれども、1960年代はさっきちらっと出てましたけれども、親泣かせの原理運動っていう形で、社会問題化したっていうのは、もう真面目なうちの息子娘たちがある日突然、親はサタンだって言って家から出てって帰ってこなくなったっていうのが60年代大学で問題になったんだけども、70年代から80年代は勝共連合が前面に出てくることによって政治問題化してくるんだけれども、それが80年代、90年代になってくると、さっきも何度か言いましたけれども、霊感商法の統一教会ということで、さらに経済社会問題になっていったという、まあ、だけどそれが全部今でもつながってるってところが大事であって、まあ、赤報隊の疑惑ということで言えば、さっき言ったように銃砲店を持ってるっていうことを含めてですね、本当にサンクチュアリ教会ってのは分派で、今の統一教会本体には非常に批判的なんだけれども、原理的にはつながってる組織だと考えると、本当にこれから注目、注意をしていかなければいけないというふうに思ってます。はい。じゃあちょっと最後にその統一教会の関連の僕らが知っておく。置くべき関連団体のウェブサイトをざっと、まあ、これはその勝共連合をさっき出しましたけど、こんな感じですよね。昔の。これ、黒田府政って書いてあるから、つまり、黒田良一さんが知事だった頃のあれですかね。そうですね。京都のですよね。そうですね。この時もだいぶ選挙妨害やって、大阪か。はいはいはい。で、これが、ユナイト。これはシールズに対抗してできた若者グループですよね。うん、シールズの真似です。このプラカードのとかも。ね、でも、言ってることは超右翼っていうね。あとこれ、これよくなんかわかんないんだけど、もうその UPF とどう違うのっていうのがよくわかんないものとして、世界平和連合っていうのね。言ってること全然平和じゃないですけど、こういうものがあり、さっき言ったその誠の、誠の家庭運動推進協議会ってね、はい、これなんかもすごくこう、
平和な感じで。だいたいこれ下にその写真で普段の活動の様子、写真が載ってるんですけど、これ清掃活動とか地域奉仕をやってるんですよね。これなんか入っちゃう場合、東日本大震災の時もこういう活動をやってました、うん、現地で。やってましたね。だから、あの、そういう社会のいろんなところに入り口があって、あの、やばいなと。だけど、その最先端は、こうなってるというところが非常にこう、やばいなという、こうなってるというのは、あれですね、これですね。うん、まあちょっとこの、これなんかあれでしょう、こういうトランプコマンダーインチーフオートオーディナンスカスタム AR15 っていうのをこれ当てましょうっていう、今そのなんか入ったら当たりますよみたいな、そういうことをやってるわけですよね。カスタムのこのマシンガンを当てようみたいな、ちょっとめちゃくちゃな感じはしますが、そこがそのかつて、霊感商法の匂いを嫌ってあんまり表に出てこなかった議員とか政治家が全然躊躇なくやるようになったと。でオタクもそこに取り込まれちゃってるけど、なんか細かいこと言うねみたいな、反発しかいくら注意しても反発しかしないみたいなそんな細かいことどうでもいいみたいな話になってて、本当、やばいんじゃないかな。青色さん、これ結構まずいっすよって、俺はちょっと友人として忠告をしておきたいな。友人なんだ。一応長い付き合いですからね。あの、そういう気はしました。はい。はい。有田さん、最後にまとめの、うん、総選挙が近く必ず11月にはあるんで、うんうん、まあ、こうやってあの、安倍さん含めて、前面に出てきている状況の下で、統一教会との関係でね、やはりあの、信者の人たちっていうのは、基本的に真面目ですから、そうやって統一教会の関連組織、ハン・ハッチャという、今、あの、メシアという位置づけなんだけれども、その人のもとで安倍さんまでが出てきた、トランプまでが出てきたっていうことで、まあ、それはものすごくあの、力になっていくんですよね。だから総選挙なんかでも、頑張ろうっていうようなことで、まあ、暴力的な動きも含めて、ビラ配りであるとか、ポスター剥がしであるとか、まあ、いろんなことをやってくるという意味では、今年の11月に行われる総選挙での統一教会信者たちの動きっていうのも注意しなければいけないというふうに思ってます。はい。安田さん、今後の抱負をお願いします。なんで豊富なの統一教会。いやいや、俺たちはどういうふうに統一教会と戦うのかっていうね。うん、だから、統一教会ってさ、結局、日本の右派のあらゆる矛盾を報道するような形でもって存在してきたわけですよね。その反響だったら何でも構わないって、別に反響は反響で構わないんだけども、結果的に我々の番組に寄せて言うのであれば、今、反響は、あるいは保守は、右翼は、全てヘイトスピーチとつながってるわけでね。でそういった意味においては、この統一教会の動きっていうのは、僕はやっぱり断じて許し難いものであるし、で、これは過去の、その霊感商法の問題であったりとか、さまざまな問題だけではなくて、今にも続く問題、つまり、排他的であり、排外的であり、そして差別と偏見を流布する、そうしたグループと常に密接に行動を共にしながら、同じ軸の中で動いてるっていうところ、要注意というよりも、なくしていきましょう。はい。今日なんかもね、結局その、ネットウヨとか、その、肝臓の人たちにね、統一教会がいかにまずいのかっていうことを伝えるために、思わず、論調が喧嘩になりそうになったじゃないですか。喧嘩じゃなくて喧嘩ね。こんな日本に、日本人に韓国に従えって言ってる奴らなんだぞ、とか言って、言いそうになったけど、それって、それを言うとネットウヨが、えってなるかって言うと別にならないっていうね。だけど、こんなに韓国、日本人を、従え、支配しようとしている奴らなんだぞって言うと、もうほとんど言ってることがネトウヨみたいな、在特会みたいに なっちゃうっていう、そういう矛盾なんかも抱えながら、でもこの間からずっとさ、KCIA のこともそうだけど、結局、そういう、僕らその結構在特会とか、喧嘩、ヘイトスピーチに反対してきた
だけに、そこにすごくこの間の KCIA のね、ことをやるときにもすごく矛盾をはらみながら、ネトウヨは韓国の国情院のスパイとか言って、どやとかって言ってんだけど、なんかすげえこれなんか、ネトウヨっぽい言い回しになっちゃったなみたいなことが結構あって。なんでも世界はそういう複雑さをはらんでるなということで締めたいなと。そうだね。まあでもね、どんどんこの矛盾を言っていきましょうよ。日本の右派ってやっぱ節操ないから全然ダメなんだよ。やっぱあるべき家庭の姿みたいな形でもって日本会議と、それから、統一教会が共闘するようなことになってるわけでしょ、今。こと長崎大学の右派全学連の流れを組んでる日本会議がだよ。国家神道だの神社の組織かなんか言ってる連中が、統一教会なんかと組んでね、反共だったら何でも構わないっていう形であるべき家庭の姿はなんてことで共闘すること自体が本当馬鹿らしい。だから右派とか保守とかで本当全然節操ないんだよ、こいつら。って僕は本当に強く思いました。まあ、バカだからね。はい。じゃあ今日はこんなところで、終わりたいと思います。有田さん、お忙しいところお時間いただきましてありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。はい。また出てください。はい。ぜひ、よろしくお願いしますが、はい、安田さんも、出張中、すいませんでした。今日、ムーディーな紹介の中、ありがとうございました。はい。次回は、もう一回あるね、9月。はい。もう一回あります。29日かな。はい、次回はどんなヘイトな特集が飛び出すでしょうか。これいいでしょ、これ。え、ねえ、T シャツの話、ちょっと今見えなくなった、ちょっと待って、広く映しますから。これ。ゲバラ。ゲバラ。ゲバラなんだけど、沖縄の首里城なんですよ、これ。首里城がゲバラ。これ、どんな沖縄、沖縄の首里城。どこで買った、沖縄で買ったんです、沖縄で。店に売ってるんですか。店に売ってる。わかるでしょ、俺、首里城。うん、本当だ。こう。これ。なかなかいろんなもんがありますよ。そうですよね。ちょっと、はい、これ、もうちょっと、もうちょっと下がったら全体が見えるんじゃない？あ、そう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 。あ、そうです。うん、はい。じゃあ、安田さんと私も今度沖縄でこれを買いましょう。はい。はい、じゃあどうも、皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ今日はここまでにします。さよなら。